お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、もう気づいちゃいました。僕やっと気づきましたというか、あれですね、もう現環境何が強いのか、あれですね、もうこれじゃないですよ、これじゃないですよ。ですね、今の環境でまあ何が流行ってるかってなった時に、このババコヤのこのテンプレにまたマスケが情報されて26で、そしてあのこのエリポン型のなんか三十四のその三十四のマスケになっただけのやつと、あとはこのテンプレのなんかラバと、あとはまあこのエリポンのクロスだったりとかかな、まあそんなものが流行ってるんですけど、まあこういうものに対して何が強いのかって気づいちゃったんですよね。もうそれがこれですね、ジャイスパスパーキーです。はい、もうね、よく考えた時にこれスパーキーで全部勝っちゃうんですよね。だってもうババコヤとロイフグに対してもうスパーキーぶっ刺さりでもうボコボコで、26もスパーキー処理できなくて形作ってしまえばボコボコで、このエリポン神器もロリババだから、もう最近ね流行りロリババなんで、そのザッパ入ってる出来はそこまでないっていうのでもうボコボコで、このラバもこれこっちからして意外ときつくねって思われるかもしんないんですけど、よーく見てください。もう5でホバリング処理できますし、相手も僕のコウモリがきつい、しかもスパーキーとランバの陸受けがね相手結構きついんですよ。だからもうスパーキーもぶっ刺さるし、こっち逆にスパーキー出さなくても高回転で対空が回るんでね、もうボコボコ、はい、ということで最強ですということで今日はこちらのジャイスパーを使っていきたいと思います。で、なんか前まではこのロリーパーマの枠をザップとかでやってたんですけど、なんか結局、まあ、なんだろう、ロリババが強い、ロリババが強いと優秀っていうので、まあ、ロリババにしてますね。まあ、インフェルノタワーとか、っていうのが、まあ、最近、さすがにそんな見ないですし、まあ、インフェルノドラゴンは、まあ、あれですね、まあ、最悪来ても、最近そんな見ないんで、まあ、最悪来ても、ファイボでノックバックもありますし、コウモリとか、ギャングでターゲット取るっていうことも可能なのでね。はい、今回は、ファイボロリババで、行きたいなと思います。ということでマッチングが、おや来た、はい、言いますか、ホイコーローみたいな名前の人ですね。よろしく、別にディスってるわけじゃないです。美味しそうですねっていう、はい、というわけで、もうなんだろう、ババコヤとか最近の流行りのババコヤとか来てくれるとマジで勝ち確ですね。お、26節26っぽいですね。これちょっと、このアイスピンのダメージ嫌なんで。26っぽいですね。26っぽい。クロスの可能性もありますね。さあ、どっちでしょうか。クロスー。もうこれ、これで終わりですよ。だってこの人。はい。お疲れ。お疲れ様でした。で、このロリババで、あれですね。ちょいとテスラを壊していきます。オッケー。あー、でも、なかなか硬い。硬い。待って、防衛がうまいですね。まあまあ、でもメガコが一発ですね。相手は、テンプレのテスラクロスですね。まあクロスに対しても、まあ結局、ジャイが強いんで、ジャイゲーですね。ジャイゲー。まあこれ、ケツスパーキーします。はい。あ、でもあれだな、ザップがないから、これ気づいた。これやばい。やばいんですけど、これもう、あれですね。捨てのコウ発動ですね。ぽい。ということで、これあとロリババ付け出したいですね、こっちからしたら。アイゴレとかで全部やられて、これスケアイスピとか来るから。オッケー、はい。今の見ました。スケルトンとアイスピ両方ロリババでどっかやりましたね。もうこうなってしまえば、勝ちですね。まあ、しっかり後ろから形作って、まあ、クロス出されてもランバーとかなんかで殴っちまえば勝ちですね。はい。ということで、イージー。よし。まあ、後ろからでいいや。これは後ろからでいいですね。まあ、さっきのケツスパーキーは多分あんまり良くないですね。多分普通にそんな良くはないですね。クロスターゲット取られるぐらいの時に出しましょう。ぽい。これランバーがやばい。もったいない。逆にやっちゃったな。まあまあまあ、そういうこともありますね。でこの辺でちょっと壊しつつ、これもうね、なんか適当に出しておけば相手きついんで、これもう何も考えてないです。今無ですね。とりあえず
ユニット出すっていうことに一生懸命なってますけど、勝ちましたね。はい。オッケー。いや、マジで、最近のこのウッドとかロリババ採用高いんですよね。ザップとかエリキがなかなかいない。本当にペッカ工場ぐらい、永遠に生きてる。ペッカ工場ぐらいしか生きてないですね。まあ、ザップとかある方はね。そう。で、枯渇もちょくちょく増えてきてるんですよね、最近。だから、まあ、普通に枯渇に対しても、普通に強い。まあ、ロリババで防衛できますし、まあ、相手がロケット持ってるならスパーキーを相手出さないっていう、ね、出さずに回すっていうのもできますし。結構高回転ですからね、このデッキ。アイスピ、まあ、もう一回お願い。テスラクロスはやめて。一応動画中なんでね、同じデッキ2連続はちょっと嫌ですね。こっちの気持ちからすると。ちょっと嫌だ。けど、ぽいっすね、もう。あ、違う。これエリポンとかのやつだ。でもエリポン入ってますね、これ。これジャイが欲しいっすね。ん？ザップやん。ザップやん。さっきザップないとか言ってたの。ザップやんけ。まあ。ジャイ？おい？なんだこのデッキ。あー、ジャイサースピか。あ、テンゴッツだ。テンゴットジャイだ。ジャイプリマスケメガゴ。テンゴッツジャイだ。正解ですね、これは多分。アイスピあったから。テンゴッツジャイですね。マスケ来たら5打ちたいけど。オッケーオッケーオッケー。これこのまま。ぽいで。このままメガゴ処理で、オッケー。これもハードカウンターってやつですね。これもうフルカウンター。これもランバーもつけちゃいます。オッケー。で、プリンス、溶かせ。オッケー。今、ザップ使ったんで、ここで、コウモリ展開。あーはー、それは、相手、いい。いい、アイスピ。アイスピかー。アイスピ、注意厄介。まあ、注意厄介ですけど。余裕ですね。まあ、これ一発、いや、二発か。いや、一発ですね。なるほど。相手もジャイプリサンスペなんで、まあ、ウッドスパーキーとかに裂いたら、こっちがギャング裂いたりしたいんですけど、ちょっと暇なんでギャング裂きまーす。メガゴ、グランバー出して、スパーキーやっぱジャイに合わせたいんでね。ファイブって、あれ、まあね、待ち。これもあれですね、多分右しか相手攻めてくる気ないから、スタキだけします。出して、ここ多分、ザップって突破してくる。ワンチャンザップ打たれるから、打たんのね。はい。これもあと風作って勝ちムーブと思うんですけど、そううまくは多分いかないですね、これ。多分、ファイボのメガゴが、ちょい厄介というか、これ。コウモリちょっとずらした位置に置いて、オッケー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 。行きたくね？行きたくね？あ、トップしろ。行け。なるほど。なかなかトップできないんですけど、これ、今相手プリンスを抑えちゃって、流れが、これ一周相手ちょっとずれてるんで、行きます。これもうファイブを抑えて、またメガゴかなんかプリンスか。あー、まあいいや。ファイブ打つ。ジャイパンチ入る。あ、でも、テンゴットよりジャイ上手い気がしてきた。マジで。怒られるかな。よし。まあ、スパーキー出しとけば安牌ですね。でも、意外と、余裕ではない。まあまあ、言うて相手がこっちのスパーキー苦しいですから。まあまあ、これ、ジャイアントで、あれします。今、ザップ裂いたんで。やばい、待って。やったかもしんない。いや、これさては、気づいた。5打って、このコウモリプラスの5で、え？ちょ待って、最悪。ちょっと待って、やばい。事故る。これは、でも UT 線が守れそうですね。右側の線をしっかり守りたいですけど、ジャイ来た瞬間にスパーキーを出しちゃうと、そのザップでジャイパンチ結構な、やられて、押し込まれちゃう可能性があるんですよね。なんで、まあ、ジャイ出てこなかったんで。これ逆サイ来るとちょっと厄介かもしれないけど、言うてだな。
これで釣ってしまえば、これジャイ単体なんで。あ、ランバー、君、君、めちゃくちゃどっか行けよ。これあれですね、もうランバープラススパーキーで、これ SP 来る。はい、勝ち。オッケー。もう勝ち方汚いけどいいの、勝てば正義なんで、グッドゲームですね。はい、ということで今何戦した、まだ1回か。はい、2回ですね。よし。いやマジでこの最近のテンプレメタ、本当にテンプレメタやばいぐらい、テンプレメタなんだろう。だってエリポンジンギとエリポンクロスとラバと、もう一個なんだっけ、ババコヤ、ババコヤしかいなくて、ババコヤもうボコボコっすかね。当たったら100勝てます。100もう言い切っていいっすよ、言い切っていい。そのマジで変なことしなければババコヤに対して100勝てるんで、これ動画来ないかな、来てくれたら勝ち確なんですよね、マジの勝ち確なんで。ということで、おーい、またか、またか出た。これ最近入りのスケルトン、最近スケルトン入り多いんですよ。2629クロス、エリポンジンギ、エリポンクロス、あーもうこれはギャングかコウモリとか適当に出して回しますね。ギガザップ、ザップ、ザップないんですよ最近。俺言ったんだけどな、スケルトンザップ、スケルトンザップ、なんだこれ。なんかスケルトンとかのデッキにザップが入ってるイメージがなかなかないんですよね。これちょっと待ちですね。さすがにスパーキー出して逆サイトがフルブッパされたり、血剤してペッカとか合わされたりするの嫌なんで、ランバーもさすがにもったいないんで出せないですねって僕よく言うんですけど、僕待つの嫌いなんで出します。まあジャイならいいかな、甘い。ジャイメガスケルトン、ジャイにスケルトン入れたの君。ジャイにスケルトン入れる普通。え、さてはこれあれだね、テンゴットジャイのアイスピが。ちょっと待って、ちょっと待って、これガチでそうやん。テンゴットジャイのあのあれやね、スケルトンがアイ、んじゃあアイスピがスケルトンになってるだけやね、これマジで。これマジでそうだよね、絶対テンゴットジャイやん。え、やばくない、テンゴッツ環境だよマジで。ほらこれ絶対これ入ったわ、ぽい。え、マジでそうやん。え、やばくない、流行りでした、みんな。これ、これも流行りでした、気づかなかった。テンゴッツジャイも流行りだったんだけど、多分テンゴッツジャイには勝てますね。てかまあさっき勝ちましたし、このマスケも美味しい。これ相手マスケもったいないから無理やり攻めてるけど、これもう、これだってここザップ打ったから、今度このコウモリで別にメガゴのターゲット取れますし、 OK。 これハードカウンターですね、ハードカウンター。やば、流行り、流行りやん。テンゴット、テンゴットもそう、トロフィー上がってたんですね。そう、事件ですよマジで。ケンツが、ケンツがトロ上がってたんですよ。僕はびっくりしました。マジでびっくりしました、本当に。で、明日絶対地震来るか、まあ、雪降るかとか思ってたら、本当に今日なんか北海道の方で、なんか雪がやばいらしい。やばいみたいで、結構ガチで、ケンツ飯のせいじゃねっていうのは僕は思ってますね。ふふふ。ロカラー見た時にケンツが1位だったんですよね。もう事件。マジで事件。よいしょ。これ多分押し込んで、コウモリあれで飛ぶ。オッケー、ランバープチった、勝った。オッケー、ファイボで、最後ファイボで勝ちなんで、頑張って隠居します。てかもう公開ってなんで、あ、関係なかったですね。はい、ということで、いやマジで強い、マジで強い。だってやばくないですか、この考えたんですよ、普通に考えて。これ全てに勝てちゃうんですよこれ。ということで現環境最強ですよこれ、最強。これ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 、ババコヤとかこのラバもう余裕。あ、ちょっと違う、この下ないんだよ、このテンプレですね、テンプレ。もうこれ余裕ですね、マジで。現環境メタ見つけちゃいました。ってことで、まあ、グラチャレ無双するなり使い方はぜひねこれ使っちゃってください。はい、というわけで今日はね終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ではお疲れ様でした。